スパロボに参戦したアルトロンガンダムエンドレスワルツバンは、スパロボコンパクトが初登場作品。原作では敵として登場するため、スパロボでも中盤まで敵として登場し、その後味方になるパターンが多い。機体性能は武器の中では平均的であるが、参戦当初からドラゴンハングに特化した性能となっている。アルファ以降同じウィング系格闘重視モビルスーツのデスサイズヘルと、3度6回の射程が伸びたため、差異が見受けられなくなった。ちなみにスパロボアルファで、この機体は本作の設定上アルトロンガンダムとは別機体、つまりウーフェイの亡き妻が命を捨てて守ったシェンロンガンダムではないのだが、こいつにモナタクが宿っているの一言で片付けられる。そしてロボットダイス感で、どう見ても設定以上にドラゴンハングが伸びているが、演出なので突っ込んではいけないとメタ的なことが書かれている。皆さんのアルトロンガンダムエンドレスワルツバンの思い出小ネタは何ですか？